ちょっとこれ食べてみます。 Yeah, OK。 なんか焼きそば的な感じかな。マジで韓国語しか書いてなくてわからん。こうお湯でいいんだよね。お湯で4分待ってお湯出せばいいってことだよね。なんかレンジのマークとかあるんだけど、4分待って、 I don't know、 わからない。どうしたらいいの。レンジしなくていいよ、ね、いいか、なんとかなるよね、大丈夫。これはしか入ってなかった。お湯入れてきます。お湯入れてきました。 OK Google、 OK Google じゃない、アレクサ、アレクサもいないわ。なんだっけ、あのアレクサだっけ。タイマー4分して、なんて言うんだっけ本当に。アレクサ、アレクサで合ってる。あ、シリだ、シリ。間違えた。シリ、携帯、携帯だからシリだよね。謎。シリでした。じゃあ待ってる間にこれ飲もう。なんか最近、いちごミルクがすごい飲みたくてさ。これ飲むのずっと我慢してたから。かわいい、ここ今イチゴになってる。見えるかな、このここ差し口。かわいい。もう望んでたイチゴミルクの味だね。文句なし、これぞイチゴミルクって味。ちゃんと大韓民国で作られてるイチゴミルクです。出来上がるまで飛ばします。はい、お湯切ってきましたので、これにね、これを置いて入れてきます。うわ、めっちゃオレンジ。チェダーチーズっぽい感じ。混ぜます。すごっ、めっちゃチーズ。なんか辛そうな匂いもする。混ぜます。うわ、こういうね、カロリー爆弾みたいなの大好き。しかもさ、今さ、もうほんとご飯も食べてきた後なのよ。夜中、今1時前ですね。深夜に食べてます。幸せ。ちょっとあんまうまく混ざらない、ちょっとダマになっちゃう。食べていきたいと思います。いただきます。あんまり混ざってない。いただきます。うん、全然辛くないや、全く。なんか前食べたチーズのやつと似てるかも。なんかほんとチェダーチーズとなんかのチーズのコクがすごい、コクがちゃんとある味。でもまあチープな感じだよね。美味しい。でも
うん、うまっ。普通にうまい。でもこれ美味しくないっていう人もね、結構いると思う。うん。ほんと具も何にも入ってない。ちょっとネギっぽいのが入ってるけど、ほんとチーズの味。ちょっとスパイシーさもあるかもしれない。でも全然辛くないね。美味しい。こういうの好きだな。そしてこれを、幸せです。皆さんもぜひ買ってみてね。すごいチーズの香り。だんだん食べてたらちょっと口の中がヒーヒーしてくるって感じ。ほんのちょっとね。ごちそうさまでした。Deserve all you desire, so fly away like butterfly to what you admire. Only you can hinder you from truly reaching triumph. I'm destined for greatness because